ーイボートの控え室。タカチャンネルをご覧の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、大分からです。さあ、来ましたよ。はい、私楽しみにしてる番組なんですよ、これ。やっぱり誠一さんと、はい、この東條さんとこの3人でこうトークをするってなかなか見ないないですね。初ですよね。初ですね。たっぷりいろんな話をしていきたいんですが、はい、まず見てください、これ、はい、ご当地のですね、おやつがこれ用意されてますね、はい、うん、はい、今回ご用意いただいたのは株式会社達也さんのにぎすせんべいでございます。おお、にぎす聞いたことないね。聞いたことない、うん、体長は20センチ前後で100から400メートルの、何これ、砂泥質かな、読めないんじゃん、初めて見た、なんか 砂に泥で、これ砂泥ですかね、これ砂泥の海底に住んでる深海魚の仲間らしいです、これが。大丈夫ですか、深海魚アレルギーとかないです、大丈夫ですか。分かんないです、分かんないです。いや、もう今日出るかもしれないです、うん、もしあったとしたら。美味しいですね。おー、うん、なるほど。なんか何が深海魚か分かんないけど、普通に美味しいですね、うん、あ、でもなんか噛んでると魚感出てきますね、これ。出てきますね。出てくる、出てくる。これが深海魚なんだ。なんかね、僕とか近藤さんのこの50親父には懐かしい味のような、うん、なんかね、うん。さあ、皆さん食べながらで大丈夫ですので、うん、進行していきますね。はい、はい、行きましょう。お、なんだろう、重い、重い、大丈夫。え、プロ団体の、はい、麻雀プロ団体の運営について視聴者さんから聞きたいことがあるんだって。今、あの、いや、3団体違うから、ほら、ここ、はい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 、結構これもレアなんじゃない、うん、いつも同じ団体として呼んだり、うん、RM で私代表しております大井高春、うん、で、まあ、最高位戦でね、うん、あの近藤さん役員さんでいらっしゃいますから、うん、それから東條さんはプロ連盟ですから、連盟ですけど、うん、あの運営側の事情はあんまり存じてないですけど、でもそれは会員目線からいろんな話、なるほどなるほど、団体運営とはどんなお仕事なのでしょうか、面白い点、大変な点があったらそれぞれ教えてほしいです、こういう話は聞いたことがないのでっていう、うん、ちなみに連盟さんと最高位戦は結構僕は歴史ある団体で、うん、お堅いというかちゃんとした団体って感じがあって、うん、で RMU っていうのは後からできた団体だから、うんうん、ちょっとなんとかいろいろあれこれチャレンジするみたいな、新しい差がある若い団体みたいなイメージかな。なんかあります、どっちかっていうと、だから頑固なんだそれ。そう、そう、頑固、あ、職人気質、あ、そう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 、言い方しなさいよ、このさ、なんで、なんでいきなり頑固頑固、あー、でもなんかわかる気がする、すごい、ござまじゃん、ござまじゃんみたいな、ね、職人気質で運営できんのかって話もあるけど、あー、でも最近はさ、こういろいろあの地方に支部ができてさ、そうですね、割と外向きにもね、なってきたよね、なってきていますね、わかる。あとね、僕最高位戦の特徴は民主主義みたいな感じする、ね、選挙で、うん、全部選挙で決めるイメージある、うん、これ多分唯一じゃない、うん、なんかわかる気がします、なんかするにもみんなで投票する、そうそうそう、ね、なんかこう一人一人の距離感が近いというか、うん、みんなの声がすごい、なんか、そうかもしれない、一つ一つ挙げられるような、連盟さんどうなの、連盟はですか、連盟はそうだな、なんか私のパッとしたイメージですけど、うん、会長がお父さんで山井さんがお母さんっていうイメージです。特に私、あの仕事をするときとかは山井さんとかを通して仕事をしたりするんで、ほうほうほう、山井さんにこんな仕事どうですかねって言って聞いて、で山井さんがお父さんの会長に聞いてどうですかって言ってあのそこで決まるみたいなのがあるんで、会長森山さんってさ、うん、はい、結構世間に誤解されてるよね。ああ、なんか本当そう思いますね。はい、なんかそれこそなんかおっかねっていうかさ、すぐ殴りかかってくれるよね。やばいやばい。なんかね、それこそなんか僕はほら元々連盟にいたしさ、うん、いろんなことが分かってきたから、うん、でも世間の声はやっぱがなんかこう誤解があるなって。結局怒るとか何かするっていう時もその相手のためを思って言うことがほとんどなんで。やっぱ怒るの。いやただね、私怒られてる自信がないですね。私って怒られてもヘラヘラしちゃうんで。いいのか悪いのか。どうだった？どうだった？いい子になった？もうその年齢になって。はい、あ、もう落ち着きましたよ。あの
寝坊とかなくなった？あ、もう寝坊とかはもう、寝坊ですか？寝坊はちょっとあの止まるそこだけはちょっとすいません。すごい持論なんですけど、準備がめちゃくちゃ早いんですよ。化粧するのとか髪のセットとかもこんなんなんで、もうすぐ終わっちゃうんで、あの女流プロって化粧とヘアメイクの時間が30分から1時間設けられるんですけど、私10分とかで終わっちゃうんで、私10分ぐらい遅れてっても先に終わっちゃうよねっていうので、遅れてあえて遅れていくっていうのを繰り返してたら、遅れたらペナルティっていう風にあの時間を設けられたんで、ね、性別が違くて、はい、そのビジュアルじゃなかったらぶん殴ってる、はい、俺今グーで言ってるゴーン明日から10分前にゴーンだけど、そのビジュアルだから助かったな、感謝しろ、よかったよかった、お父さんとお母さんに感謝しよう。いやただそれはあのもうなくなりましたよ。治ったの？治りました。近藤さんどうなの、チームメイトからして。治ってるんじゃないですか。なんか別に M リーグってあの決まった時間入りとかないじゃないですか。そう厳密に何時っていうのがないし。それでは続きまして、はい、いきますよ。なんすかこれ、なんだろう、カラオケの18番、自身の YouTube チャンネルにて美声を披露している東條さんですが、はい、もしもプライベートで大井さん、近藤さんと3人でカラオケに行くとしたら、うんうん、この3人の18番は何ですか、うん、だって3人とも答えてください。この3人で行った時だよ、だから合わせなきゃいけないよ。あー、この3人でか、近藤さんに合わせないって。近藤さん何が好きなの、カラオケ。なんかね、しっとり系、おバラードみたいな、うん、そう近藤さんの時代は僕もそうなんだけど、カラオケボックスっていうのがなかったから、結構スナックでしっとり歌う文化があったんだよね。なるほど、そうそうそう、ママとデュエットみたいな、そうこれも時代の違いってこと。まずあれだよ、僕ら一番最初にマイクは握らないよ、やっぱりリュウちゃんだよ。まあ幅広いんですけど、歌える幅が、うんうんうん、二人に伝わりそうなやつですよね。俺は大丈夫だよ。大丈夫か。多分。いやでもあの意外と私レベッカとかも歌えるんで。レベッカ。レベッカわかる。レベッカ歌います。レベッカならわかる、ね。うん、レベッカわかる。レベッカ。フレンズとかね。あ、フレンズ歌います。ぐらい。フレンズぐらいしか知らない。逆にフレンズしか他の人代表曲しか知らない。今のそんなに透けてた俺。すげえ透けてる。だってさ、クソさ、4曲5曲知ってると逆に言わないからさ、あ1曲しか知らないとフレンズフレンズって言いたくなっちゃうんだよ。なっちゃうんだよ、分かるよ。そうか、うん、俺はじゃあリュウちゃんに合わせて、それこそ僕はエヴァ好きなんで、お、はい、リュウちゃんが普段歌ってるような、はい、エヴァの歌なら何でも、いけるんで、はい、いいですね、エヴァ、はい、エヴァ分かります？エヴァね、わかるよ。おあれ分かってねえぞ。あれ分かってねえぞ。エヴァンゲリオンのことじゃないの？そこだったんだよ。エヴァンゲリオンで発揮したね。それでは次いきます。じゃ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 ん。麻雀かける血液型。おお。どうやらスタッフさんが調べたところ、3人とも血液型が違うようですか。あ、そうなんです。血液型とジャンプ、ジャン氏としての特徴について何かどんな傾向があるとかあったら、それからそれぞれの考えとかがあったらお聞かせください。僕 B 型です。おー、 B 型、 A 型、 O 型ですね。よく言われるのが、はい、まあ、B 型ってなんか自分勝手だし、麻雀もなんか個性的な強さを持ってるとは言われますけど、うん、A はなんか繊細？ A はそう、神経質でね。神経質って、近藤さんは自分のこと悪く言うの好きだよね。なんか繊細。あのね、こうやってあのヒゲしてあの好感度をもらいに行ってあんまり繊細じゃないね。繊細じゃなかった。で、O は？ O 型は、いや、あの他の O 型の方にもいるから申し訳ないんですけど、私個人としてはめちゃくちゃ大雑把ですね。オーラか。オーラか。いい風に言ってもらってありがとうございます。大雑把とは言うね。M リーガーで言うと誰がいるの？B は村上さんだね、はいはい、太郎さん、村上さん、あと、ユーミンさんは B 型です。そっか、うん、O 型は滝沢さん、滝沢さん。O 型は久渡さん、真理さん。あー、大雑把かも。で、あと、秋さんも
も大型だったかな。アキさんは O。 ただでもアキさん大型だけど、確かに全然大雑把じゃない。大雑把じゃないんですよ。だからあの極めると大雑把じゃなくなるんですけど、あのちょっと性格が私出過ぎちゃうんで麻雀に対して大雑把なの。めちゃくちゃ大雑把ですね。どうなの。集中力も途切れ途切れになっちゃうタイプなんで、見てる時と見てない時のその差が激しかったりするんで、なんか内容も結構こうちょっと安定はしてない感じがします、自分的に。まあ、それは技術力なんで、あの他の大型の方は全然違います。パーフェクトじゃねえじゃねえかな。いや全然パーフェクトじゃない。誰つけたんですか。誰つけたじゃあパーフェクトじゃないじゃん。全然パーフェクトじゃないです。そうなの。でもちょっとかっこいいから自分で言っちゃった。かっこいいからかっこいいから近藤さんの A は、うんうん、ルミさんも A 型ですね。ルミさんね、うんうん、あとは園田さんは。園田さん A かも。 A かっぽい。なった気がするけど、喋ってみると大型っぽいけど。 A 型の麻雀プロで強い人って結構多かったんだよ昔。意外とね、アラさんとかね。 あのね、だからそのなんか血液型っぽさをストレートに出してる人と、それを悔い改めて違う方向に行ってる人がいる気がするんですよ。だから東條さんなんかは割とそのまんま王のまんま行ってる感じがするけど、例えば大井さんとか俺もそうだと思うけど、多分ねその血液型を悔い改めた俺ね、そう悔い改めてやっぱ結構雑なとこもあるから、やっぱりその分神経質に打ってる、うん、A っぽく打ってる。そう、俺なんかは逆にその A っぽさがちょっとまずいなと思って、時々ね、あーってやりに行く。B っぽくね。そうそうそう。わかるわかる。お互いするとこあるね。ね、確かにわかる、うん、そうそうそう。だから僕と近藤さんはそういう意味で、なんか自分の弱点を克服しようとして頑張ってるタイプなのかもしれない。当時の当時の自分の良さっていうか個性をバッと出して前に進んでる、うんうん、そうですね。やっぱちょっとまあやってる年数というか、まあ能力値の差みたいなのやっぱりあると思うんで、技術量でカバーできない分勢いだけは負けないようにはしてます。どうしたんだよ、うん、どうしたんだよ。あ、私ってこうやっぱりこうなんだろう、思考がそもそもなんか浅いなというか追いついてないっていうところがたくさんあるなっていうのを今めちゃくちゃ勉強中なんで。パーフェクトなんだろ。いやなんかあるパーフェクト、自称ね、自称パーフェクトですけどね、うん、東條さんが入ってきて、はい、花があるよねやっぱり東條さんって、うんうん、僕ね何年か前に M リーグを作ろうみたいなのを YouTube で言われて、うん、絶対東條入れるって言って、うん、俺やったことあるんですよ。なんか選んでくれてましたね、こういう人気者が来たらいいなって。近藤さんがすごく、あの東條さんが入ったことで逆に近藤さんも輝いてる気がする、うん、ありがたい、みんな輝いてる。いや、小井さんも花あるじゃないですか。いや僕はダメ、もう最速最強の、ね、もうおじいちゃんだ、おじいだろ。さて、そろそろお別れの時間ということで、お二人いかがでしたでしょうか。いろいろお話が聞けて楽しかったです、うん、楽しかったですね、うん、ありがとうございます。そしてめちゃくちゃ褒めてくれる小井さんがいつも、うん、ありがとうございます。褒めた？お前はめちゃくちゃ褒めてくれたじゃないですか。じゃあパーフェクトだからな。あ、そういうの、まあ、ありがとうございます。次回はどんなトークテーマで番組が展開されていくのか、そしてどんなおやつが出てくるのか、こうご期待。もちろん大井ボートの方もチェックお願いします。人生で2回ダメですね。これちょっと番組から2人で当たってイエーイみたいな鳥が飛んでるんじゃねえのよ。なんで2人で番組撮ってんの。番組よ。それぞれの詳細情報については、概要欄のリンクをご覧ください。また双方の番組の高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。では次回もお楽しみに。バイバイ。これフェニックスね、これ、うん、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。